こんにちは。上から読んでも下から読んでも前田エマです。動画連載前田エマのエマ散歩話してちょうだいは、毎回私が気になるゲストをお招きし、ゲストが気になる東京の街、好きなお店に行って、あんなことやこんなことをのんびり話してもらう連載です。ですが今日はゲストはいません。私がゲストです。今日は東京ワウの編集部長野くんと私でお話をします。今日は私前田エマがどういう人間かを知っていただく回となっておりますね。その方が多分この先ゲストをお招きした時、インタビューの意図とかお呼びした理由、連載への思いがより伝わるかなと思います。では話してちょうだい、というか今日は私が話します。今日は、ゲストなし。やったー、エマさんがゲストです。やったー、ゲストです。東京ワウ編集部の長野とエマさんで今日お送りします。まあ、なぜこういうことをやってるかというと、この連載をやってる人のことをもっと知ってほしいっていう思いから、うん、今日は自分がエマさんを根掘り葉掘り聞いていきます。わーい。で、今日中目黒で向かってる先は総工酒です。私が週に1回行ってるお店ですよね。すごい自分も気になってて、なんか野球がこうメインの、野球好きの店主のお店なんですよね。そうなの、野球バーで、本当にあのメニューがね、お酒しかなくて、うん、カップラーメンと冷凍食品しか出てこないの。エッチ聞いてますね。そこは誰と行くんですか？そこはなんか結構いろいろ友達とか弟とかとも、母とも来たことあるし、私さ野球全然わかんない。そうですよね、でも興味ない。なのに行ってる。野球はなのにそんな魅力が、うん、あ、倉庫に行ってるうちに、ここです。倉庫酒、守るじゃなくてお酒の倉庫酒です。ここに私は週に1回くらい来てます。すごい、でもめっちゃ凝ってますね、このバットとか。すごいでしょ。ボールとかも可愛い。入場料どんだけ飲んでもこの値段です。すごい、セクシーとダンディーなんですね。飲まれない方は500円オフです。すごい、入ってみましょうか。こんにちは。うわ、すごい。おー、すごい。私は、野球ずくめですね。そう、勝手に撮るスタイルなんですか？そう、勝手に、こっから好きなの撮るスタイル。なんかお店の感じとか、説明してくれるんですよ。飲み物はこちらに、はい、ありがとうございます。ございますので、じゃあつば九郎にしようかな、かわいい。じゃあこれどうぞ。 ありがとうございます。で、このね、はい、これが、これをね、何ですか？あ、なるほど、これで開くんすね。開くんね。すごい。いいんすか、勝手に開けちゃって。手着が一番美味しいから。すごい。手着で、あんまり野球のことは分かんないから。気にせず。乾杯。お疲れ様です。ティッシュあげる。すごい。はい。お店の人以上にお店の人。ファイターズ。これもファイターズ。すごい。全部野球っすね、ほんと。これはお菓子ボックスで自由に食べていい、食べていいんだ、うん。ここはさっきも言った通りカップ麺、カップ麺と冷凍食品、ね、うん、ちょっと気になりました。しかないよ、いっぱいあるよ。でも珍しいのが、すごい。で、これ出前表があって、はい、出前するんですか？近くのお店の加盟し、はい、加盟店的な、はいはいはい、あ、でもこれなんか野球場っぽい感じのメニュー。そう、神宮みたい。お店で出前したり、あと持ち込み料ちょっとかかるけど、持ち込んでもいいんですね。持ち込んでもいい。で、野球のテレビがいつもいろいろついてて。そうですね、しかもちょっと古いのやってるとか、野球ファンからすると熱いですね。そう、いろいろ握力も測れる。
測ってみます。いつも私測るどんぐらい、ここ多分私15とか。本気よっ。 20、 すごい20いった。 いつも15か18なのに5もアップ。昼間だからかな。35ぐらいいきたいな。あ、41。お、割とまだあるパワー。じゃあバッティングできるところがあるっていう。そう、あ、ユニフォームが着れるんですね。着てみます。お好きなチーム。私は無臭派だから。無臭派。あんま応援とかない。う、ね、うん、両親が福岡出身なんで、ソフトバンクにします。えい。高い高い。えい。お、いくです。お、お、よよ、お、イエーイ。私は打てないからいつもこれをやってる。あ、でも上手。これダイエットすごい。だってなんか本格的な木とかもちゃんとあるんです。頑張れ、よし、長野くん。パーパーラパッパー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 。あ、ちょっと低い。低い。もう、あ、上げろ。それを上げる、上げるんだ。あ、ちょっと上がってきた。もうちょっと上がる。あ、ちょうどいい。おお、さすが。おお。よっ。よっ。楽しそう。気持ちいい。よっ。あ、私はそっちには興味ない。見てくださいよ。ラスト。よっ。あ、はい、空振り。これが、ここが黒板、握力です。握力ランキング46.4 が一番。え、じゃあ長野くんもうすぐじゃん。もうすぐ、全あ、もうちょいか。あ、女性。近所の主婦って書いてありますからね。27、すごいね。すごいですね。え、次、こちらはスイングスピード。あ、そっか、そうそう。いつい体勢口なんですかそれ。あ、なるほど。しかも一人しかエントリーがいない。シャンパンから金でしか勝負できない。金でしか勝負できないでしょ。店主は野球やってらっしゃったんですか。はい、あ、やってらっしゃったんです。店主はちなみに日ハムファンだったと思う、確か。正解です。おー、すごい。でもそれをぐっとこらえていろんなチームのものを取り入れて。発泡美味しいね。倉庫市来ました。倉庫市来ました。エマさんが好きなお店ということで。最近は毎週来てます。毎週。お酒でも普段飲みます？お酒はでも飲むんだけど、うん、毎日飲むとかじゃなくて、飲むタイミングがあると結構飲むって感じ。うん、人がいたりとか会うとかあれば。そう。うんうん。ここはこう来るきっかけっていうか、なんか野球好きな知り合いが、うんうん、すごい面白いお店あるよって言って、うん、連れてきてくれて知った。でもその通うようになったきっかけっていうか、なんか野球そんなにこう詳しくないけど通っちゃうなんか良さみたいなのって。あ、でもなんかそれこそご飯食べたりしなくていい、なんかグダグダってここのベンチに座ってお酒飲んで、なんかみんなが好き勝手動画見たりとか、野球の話してるのをこうぼーっと見てるみたい。見て横から。でも私将棋が好きなんだけど、ね、将棋見るの好きだけど全然わかんないの、どっちが勝ってるかとか。何も分かんなくて、でもなんかそういう雰囲気、誰かが頑張ってるなとか、うん、誰かが何かを好きでいるみたいな、うん、そういう雰囲気がすごい好き。好きなんですね。うん、そうかそうか。しかもなんかちょっとこう堅苦しくない、ちょっと半分家にいるんじゃないかぐらいの。そう、グダグダって。グダグダって。好きなんですね。すごい好きな場所。へー。他中目だとここ中目黒ですけど、どんなお店行きますか？ここの坂を下ってたとこに、うん、のひのひっていうご飯屋さん、うん、飲み屋さんがあって、そこが好き。あとね、ガンチャボって思うかな、中国茶屋さんがあって、中国茶ってなんかほぼ永遠にずっと飲み続けられる、うん、
から、まあうん、お湯もらってお茶っ子もらって、うん、もうずっとつい、うん、ついでるみたいな飲んでるんですね。そうそう、そことか行くかな。休日はなんか過ごし方とかなんかあります？寝てるそうですよね。なんかどなたかの時も一日中寝てる。おみゆさんずっと寝ちゃうから良くないよねで本当は出たいでもなんかこう、うん、寝てる時間に半分起きてて、いろいろ考え事とか、うん、なんか、まあ、文章書く仕事が多いから次何書こうかなとか、うん、ずっと布団の中でグダグダしてる時間が大事なのかもしれないって最近言い聞かせて、うん、本屋さん、カウブックスっていう古本屋さんと、あと駅の方にデッサンっていうアートブックの古本屋さんがあって、はいはいはい、そこが結構好きで行きます。行くんですね。うん、中目以外だとよく行く本屋さんとかどっかありますか？でも近いけど代官山の蔦屋書店とか、うんでもこの間久しぶりに新宿の紀伊国屋行ったらやっぱすごい面白かった。品揃えが楽しかった、うん、普段はいつも地元の駅前にある本屋にほぼ毎日行って、うん、でもちっちゃいから大体なんかベストセラーとかしか置いてないから、うん、あ、そうか。それで紀伊国屋行くとまた違った世界が見えます、うん、見えます。じゃあなんかこうよし朝起きたから出かけようって時はどんな一日になるんですか、休みの日は？でも美術館行ったり、うん、友達が展示してるのを見に行ったりっていう風な感じが多いかも。じゃあなんかよくたくさん質問来た中から、エマさんがどんな幼少期を送って何を考えて、まあ、どうこう大人になっていったかみたいなお話を伺いたいんですけど、はい、小学校とか中学校の頃はどんなこと、何が好きでどんな人でした、エマさんって。でも、でも昔から喋るのが好きで、ずっと喋ってる、人の話聞かないで喋ってる感じで、うん、母の友達とか私が大人になってから会ったら、エマちゃんって人の話聞けるんだねみたいなそれくらいずっと喋ってた。あ、そうなんだ。今日あった出来事とか見た景色とか会った人とかの話を全部人に話すみたいな、自分だけこんな面白いことあったのに、こんな楽しい人と出会ったのに自分だけのものにしとくのもったいないみたいな感じで、それでそれを全部母親とかに話すって感じで、小3の時に世界不思議発見をテレビで見て、これしかないって思ったの。自分が面白いなと思ったこととか行った場所の出来事を人に話してお金がもらえるのってこれしかないなと思って、うん、それで母親にミステリーハンターになりたいから芸能事務所に入りたいですって言いましたへー、それで今の事務所に反対されて。あ、そうなんだ。そう、それは何歳ぐらいの時？小3。あ、小3で？小3から小5くらいまでずっとミステリーハンターになりたいからって言ってたんだけど、反対されて、うんうん、そりゃそうでしょうねで大人になっても、うん、でもやりたかったら大学卒業したら好きなようにやっていいよって言われたから、うんうん、大学卒業するまでじゃあ頑張ろうみたいな感じだったへだけど、高校生になって、うん、高校がめちゃめちゃつまんなくて、うん、あんまり自分に合わなくて、ずっともうベッドの上で本当生活するみたいな制服着るだけで吐き気がするみたいな感じくらい合わなくて、なんか何か決定的な嫌なことがあったとかじゃなくて、なんかでその時になんかカメラ女子が流行ってたの。それでなんか私もカメラ持ってお散歩とか行けばなんかおしゃれかなとか思って形からそうベッドの上から起き上がり、すごい安いインスタントカメラを買って散歩したら世界が全然違って見えて、なんかこう木漏れ日がちょっとキラキラってしてるのとか、風で
木がさなんかそよそよして影が落ちてるのとか見ただけで、うん、それを写真で撮るっていう行為をするのが、うん、なんか本当に全然世界が違って見えて、でそっからすごい雑誌とか写真集とか見るようになって、うん、こういうものを作る世界があるんだっていうのに、うん、なんか感動して、うん、私もものを作る人のそばに行きたいな、なんかものを作ることのそばにいたいなと思って、うん、で美術予備美大に行こうと思って美術予備校に入る、うん、入って、うん、なるほど。じゃあ結構エマさんの人生の中ではそのカメラとの出会いというかカメラを持って撮ったっていう行為が結構人生の中においてはすごい転機になった、ね、うん、なんか両親が美術の仕事してて、うん、だから小さい時から美術館とか結構行ってたんだけど、うん、まあ、なんかあんま楽しくない、うん、なんか静かにしなきゃいけないしなんか分かんないしな、これが何を表現してるかとか、うん、でもなんか芸術祭とかそういう場所は楽しくて好きになんか見ていい、うん、でも自分から進んで美術館に行ったり、うん、アートに触れようとかはそれまで全然思ったことがなかった。美術系の大学に入って何をこう専攻してたんでしたっけ、はい、大学では本当は写真とかミュージックビデオとか映画が好きだから映像系に行きたかったんだけど、うん、なんか父親に、父親ちょっと頭古いのかな、なんか全部の基本は絵なんだとか言われて、うん、油絵科だぞみたいな、うん、油絵科って一番食べれないよねって思うけど先を考えたんだ。でもなんか油絵科しかないみたいに父に言われたから、うん、油絵科なんだなと思って油絵科に行ったんだけど、うん、なんか私の行ってた大学はいろんな授業が取れたんだよね、うん、映像もお芝居の授業とかも、うん、なんかデザインとかテキスタイルとかファッションもいろいろ取れて、すごいその時いろいろ知りたかったから、うん、たくさん授業を受けて、うん、でその時に写真の学外でやってるいろんな写真家さんがその時ワークショップをやるのが流行ってたんだよね、うん、それで写真のワークショップにいろいろ通うようになって、うん、その頃平野咲子ちゃんとの出会ったり、うん、でその紹介で奥山義行くんとか、じゃあその平野さんとか奥山さんに会うまでは何がやりたいわけでもないし、ミステリーハンターになりたいしか思ってなかった漠然と思ってたんですね。そうそう、将来こんな風になっていきたいとかって何かありました？目標とか。なんかその頃にちょうど個展をやることになって、うん、私が写真と絵と文章を使った個展をやったんだけど、それを雑誌のスプーンっていう雑誌の編集長さんが見に来てくれたり、総演、うん、の編集長さんが、うん、なんかあなた文章を書けそうだから、うん、ブログ書いてみない総演でって言ってくださったりして、うん、なんかちょっとずつこう外に自分のことを発信していく機会が増えてって、うん、でちょうどその頃写真家の方のモデルとかもやり始めてて、ウィーンに留学するんだけど、うん、すごい短い半年くらいなんだけど、うん、それでやっぱ物を作りたいと思って今の事務所に応募した、はい、そうか半年ウィーンに行ってらっしゃったんですか、はい、そう行った理由とかきっかけって何かありますか？ただ単に留学してみたいって思ったなんかその、うん、自分と同じ年くらいの外国の、うん、どんなこと考えてるのかとか、うん、どんなことをしてるのかが単純に知りたかった、うん、具体的に どうでした？こう行ってみて変わったこととかありますか？なんかウィーンの美術大学に行ったんだけど、うん、私よりみんな年上で、うん、一回社会人になってから大学が来てる人とか、うん、学びたいってことに年齢ってもう本当関係なくて、やりたいように努力し続けるってすごい素敵だなっていうのをその時思って、ますます就職しないで、うん、こういうこと頑張ってみようかなって背中を押された感じがした。そうか、じゃあやっぱ行ってよかった、うん、
学生時代はなんかバイトとかなんかやってました？アルバイトは住宅展示場の着ぐるみの中入ったりとか、うん、マジですか？私基本バイト受かんないの20回くらい受けて1個くらいしか受かったことなくて、はい、1個受かったのがお絵描き教室の先生だった、うん、だけどやってたんだけど、なんかね、子供たちがあんま楽しそうに描いてなかったんだよねカリキュラムがあって、うん、私これはできない、自分のこう心情ポリシー的に上手に描かせるのをレクチャーとかできないなと思って3ヶ月くらいでやって、それからは結構こう人の紹介で単発でいろいろアート系のイベントの受付とか、さっきの住宅展示場とかやってたんだけど、よく行ってた飲食店がバイト募集してて、そこは受かった。おー20回のうちの1回が。そこはなんかすごいいい店長で、でもそこで働いたのがすごく自分の中で大きかった。なんかお客さんが見せてくれる風景ってこんなに山のようにあるんだ、一人一人が主人公なんだっていうのをその頃にすごい感じて、いろんなお客さんが入ってきて、この人にはこういう裏物語があって、勝手に妄想とか妄想してストーリー作って、うん、その時その経験がなかったら、うん、多分エッセイとか文章とかあんまり書けてなかったなって思う、うんうん、エマさんが今の事務所に入ったのはいつ頃ですか？大学卒業してすぐの4月から。4月か。じゃあもう本当会社に入るかのように、はい、就職って感じの気分でしたモデル事務所に、そっか、それそこ今の事務所にこう入ったきっかけとかありますか？その学生時代から雑誌に出たり、うん、なんか文章を変えたりしてて、うん、これ続けてきたいな、どうしたらいいかなって思ってた時に、うんうん、自分が今までやったことと、うん、これからもものをこう作ってたりして、なんか人に面白いっていう感情を届けていくことをしたいなっていう作文みたいのを送ったんだけど、その時にあのお返事くれたのが今のマネージャーさん。あ、そうなんだ。今のマネージャーさん、はい、今のマネージャーさんなんです。で、社長と会ってほしいから一回事務所に来てくださいって言われて、で会いに行ったら、なんかあなたがこう思い描く景色を一緒に見られたらいいなと思うから頑張りましょうねって言われて、無事入りました。普通に会社に就職する会社員としてっていう道と、まあ、エマさんはそうではない方を選ばれたと思うんですけど、まあ、多くの人はこっち側にあの会社員になったりすると思うんですけども、なんかそこの不安とかって なかったですか？なんかその最初やっぱりまた今回も反対されて、親に卒業したら自由にしていいじゃんって言ってたじゃん小学生の時って思ったけど、言われて、でもやっぱそれは納得できなかったから。努力してたことってエマさんの中で何かありますか？でも不安ばっかりだったけど、もうなんかタッカをくくったっていうか、これやるしかないから、あんま何も考えてない、もうやるしかない、なんかこうチャンスが来た時に自分なりにできるような人間になるしかないって思ってて、絶対お金のためにこの仕事をしたくなかったんだよね、根本が。なんか自分がその写真と出会った時に世界がキラキラして見えて変わった嬉しさみたいなきっかけを、私も誰か人に届けるような人になりたいからこの世界に入ったから、なんかそこがブレちゃいたくは絶対になくて、あ、来たわ、これあこれです何どれ長野くん今バッター見えるんだけど例えばこの企画を一緒にやってる長野くんは高校球児で、
この日は東京都の予選の映像、長野くんが出ているのを、ね、流しながらスタッフみんなで盛り上がってました。すごいね、めちゃくちゃ緊張しました。大観衆、あそこね、変化球全然合ってない合ってないの。総講習は老若男女、本当にいろんな人が野球を通して思い思いの時間を過ごす、ちょっとなかなかないカオスなお店なので、本当に大好きな場所です。あのこれのおかげで今頑張れてるおーすごい、ファニーとミレシリーズありがとうございます、すごいなんかエモーショナルな気持ちになでは、今日の撮影を支えてくれたスタッフの皆さんをご紹介します。ディレクションは長野くん。二人とも服が白くてちょっとやばい感じです。写真は歩けば友達たくさんのマリコ。ヘアメイクは絵も上手なりっちゃんです。映像は水野さん。映像編集の丹羽さんも現場に来てくれました。本当にいつもありがとうございます。では、後編もお楽しみに。